12月7日にフィギュアスケーターの羽生結弦が29歳の誕生日を迎えた。28歳の1年はとにかく怒涛でした。2月に東京ドームでのアイスショーを成功させたかと思えば、8月4日に突然、一般女性と結婚。そして、その105日後の11月17日に離婚を発表したのです。スポーツ指揮者、井華堂。短すぎる結婚生活に波紋が広がったが、公式 X、旧 Twitter に書面を発表したのみで、羽生結弦の口からは未だに何も語られていない。それどころか、まるで何もなかったかのような雰囲気で活動を続けています。誕生日も祝福モード全開。かつてスポンサーだったアナの SNS では、誕生日に合わせてダンス動画が複数公開された。TikTok などで流行している音楽に合わせて、パイロットの制服姿の羽生結弦さんがキレキレのダンスを披露するというもの。羽生結弦さんのファンはそのかっこよさに感激しているのですが、実は一般層にも受けているんです。スポーツライター、井華堂。というのも、五輪王者の座に2度輝くなど、世界で活躍した羽生結弦の意外な一面を感じられるからだ。氷上での表現力は超一流の羽生結弦さんですが、陸でのダンスは独学で身につけました。それもあってか、ネット上では、カエル化ダンスとも言われていじられるようになったんです。ダンス動画をきっかけに、その存在が神格化されていた羽生結弦さんが、親しみやすい存在になったのかもしれませんね、わら。ダンスよりすることあるんじゃないか。しかし、一部では反感も買ってしまったようで。離婚後にもダンス動画出してんのかい。離婚のこと気にもしてないやろこいつ。離婚したばかりの人の動きじゃないんだが。ダンスよりすることあるんじゃないか、といった声が散見された。今回、アナが投稿した動画はすべて、羽生結弦さんの誕生日を祝うべく過去にアップした動画を再投稿したもの。それを知らずにその日の投稿だけを見た人が、離婚したばかりなのに浮かれて踊っていると勘違いしてしまったようです。誕生日とはいえ、離婚発表から1ヶ月も経っていない時に投稿されて拡散されるのは、少しタイミングが悪かったかもしれませんね。本当の新作をみんなが心待ちにしている。